こんにちは、翔太です。それではブルー編の残りをやっていこうかなと思います。まずはこいつとの戦いですね。さあ、時の君、覚悟しやがれ。サイキックプリズン、新速三段突き、グランドヒット、多段斬り、ロザリオインペール。多段三段突き強すぎなんやけど。ただの二連携です。これスピード的にきついんじゃない、もしかして。しゃ、きた。このターンにサイキックプリズン打ってたら多分いいはずよな。あ、そうよね、そうよね。あ、でも毎ターン打った方がいいんか。だから、うわ、バット持ち上がった。多段三段突き好きやわ、この感じ。いやー、 T260 大活躍やな。はい、事実の質ゲットと、これで決戦ルージュですね。どうしよっかな、これで事実全部覚えたんですよ。オーバードライブ使ってもしゃあないもんな。でもカオスストリーム、時間色、これか、これ打っちゃいんやったっけな。なんで呪術を使わなあかんかったんかが全然思い出せん。確かでも、俺やったような気がする。これ行ってみよう。これ逆に負けたらどうなんねやろ。ルージュ今、めっちゃ育ててるから、このステータスベースのルージュで、できてしまったら嫌やねんけどな。しゃあ、バトルしようぜ。うわ、買うない。なんで？時間色打ったらいいんやったっけな。呪術空間めっちゃ強いよ。普通に勝てそうやな。あ、石化にしたらいいんやったっけって思いながらやってたけど、何これ、なんか全然圧勝してるけど、こんな戦いやったっけ。そろそろ終わりちゃう？信じられん。はい、勝利。これがエンディングっていう噂ですからね、ブルー編の。俺は誰だ？ブルーなのかルージュなのか。あの瞬間、ブルーの力は僕を貫いた時、僕はブルーに吸収されたんだ。今俺はブルーでありルージュだ。そして理解した、最初から僕たちは一人だったんだ。なぜキングダムを教えてくれなかったのか、それを知らなければならない。帰ろうブルー、キングダムへ。じゃあ行きますか。マジックキングダム、あれ、星のツールいける。あ、ファチナトゥールもいけるんや。これ全部埋めてみてもいいよね。はい、どうなった？術関係が、確か2倍になるんですよ。知力、集中力、霊感が多分めっちゃ上がったんやと思います。で、JP も90と。で、この、ブルーが最強で、もう術全部覚えてるっていう。予防術だけないかな、でも。かなりのチート性能を見せてくれるんで、
とリバイブ覚えとこっか。なんで忍術一個もないの？え？なんでなんでなんで？あ、忍術もないな、今思ったら。え、これ何？一個でも覚えとかなあかんかったみたいな。マジか。ここは資質持ってなかったから全部ゲットしたってことかな。あ、マジか。この状態からやろうと思ったらちょっとめんどくさいな。ルーン覚えようと思ったらルーンソードの勝利のルーンから覚えていかな。この状態からやるんなら。マジックキングダム、ちょっとルーン覚えるか。ちょっとやばくない？ブルーがやばい。ブルーがいったい何があったんだ。いや、こっちもやばい、こっちもやばいよ。まあまあ、ここは結構遅いな、リゲージョン移動は。まあ、またブルー編はじっくり一人でやろうかなと思ってるんで、今回は、まあ、マジックキングダムに行きたいんだよ。あ、やっぱ、リゲージョン移動で行かなあかんねや。逃げれずか。これブルーいっちゃん下に下げた方がええな。そこか。どうやって、どうやったらいいんや。道がわからん。こっちか。なんか人だけ妙にリアルやな。背景と人が合ってへん。何があったんだ。ああ、おいおい、まあ先こっちやね。あいつは倒さなあかん。よっしゃ、これでルーン一個ずつ覚えていけるぞ。停滞のルーン欲しいよな、あれすんねやったら。
と待って、ブルーやばいな。ブルーの実力が非常にやばいわ。マジで言ってる？ブルー抜いた方がええか。防御やな、こんなんもはや。あ、いや、なんやなんや。装備はしてるもんな。あっちも装備しといて。お、ちょっともう縦片っ端から装備しとくか。こんなんやったっけ。あ、でもサイレンか。まあこの先確か回復ポイントあるんよね。だから技はポイントは気にせんといこう。お、結構強いやん。結構強いけど微妙やな。あー、属性耐性もなんもないから。え？めっちゃ覚えていくな。なんか間違ってる？こんなんやったっけ？こんなんやったっけ？しか言ってんな。どこにガード要素があるの？あ、マジか。多段切り。あ、しかも剣ちょっと、まっとうな剣装備してなかった。いや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 。ぶんね、デスクリップなんか食らったら一巻の終わりや。お、あ、はい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 。麻痺耐性、睡眠耐性がつく。いいね。麻痺耐性か。あ、こっからじゃ装備できへんのか。ハワードスーツってさ、暗闇耐性ついてるだけやんな、やっぱり。属性耐性で言うと。そういう意味では、ちょっとめんどくさいけど、違うのに変えた方がいいよな。あれ？ここでなんかなかったっけ？偽りの女神。上に子供めっちゃおるな。西郎、ちょっと分かりにくいな。こんな施設は破壊する。壁のルーン、
あれこっち何、こんなとこあったん、初めて知った。あ、これでさっきのやつ、あ、知らんかった。へえ、ここえ、これじゃあ結構貴重な腕輪なんかな、多分。救ってやるよ。お前は本当の。でなんかここで戦えるやつから竜鱗の剣を手に入れる。ドラゴンボーロードやったかな。そいつは戦っていこうか。なんかちょっと敵いかつすぎへん。逃げれるけどさ。あー、ゼフォン、ついにゼフォンまで来てしまったか。これ敵かい。あっちどうやって行くの。あっちか、こうか、ちゃうな。ついになんか敵の勢いが半端なくなってきたな。結界奇跡か。今クンは大丈夫そうやね。せっかくでもこの敵のランクになったんやったらクン吸収したいけど、そんな余裕はないよな多分。マジ？こんなところでミミックパイセン。グリップはやばいな。この今のブルーにされたらたまったもんじゃないよ。ちょっと待って、風劇か。まあでもサイレンもあれもどっちもいるもんな。ラットチャリスか、いらんかったな。おお、スザクこんなところで出てくるようになってしまったか。どこやったっけな、ここやったっけ。宝箱の場所が思い出せへんな。あー、ここここ。これよこれ、ドラゴンボールロードやったっけ。多段切り打っとくか。多段切りは2ターン2ターン1回打とう。その作戦でいこう。こいつ技ポイントそんなにないもんな。マジで保護のルーンナメプしてる場合じゃないな。霞聖眼される側に回ってしまった。
これメカにもできたっけ。あれバックパック誰も持ってない、もしかして。あーそんなガヤ来てへんか。ナイス。スターライトヒールも微妙やな。よっしゃ、タイタスウェイフ、マジか。魂手に入れた。あーマジか。あ、ここにあんの竜林の剣、マジで。あ、ここにあんねや。あ、なんやなんやなんや、マジか。え、じゃあ兄つけようか。兄も現場持ちになってもらって、これいる？あ、結構上がってんのね。エクセル、うん、どうしようかな。やっぱリュートにはバックパック持っといてもらおう。さあこれでやるか。まさか竜林の剣ゲットできると思ってなかった。あいつと戦うことでゲットできるんやと思い込んでたわ。ちょっと待って、こっちは、あ、こっちもゴールか。ちょっと待って、クーンがやばい。あれ、あ、それだけ、やべ。ちょっと一回戦ってクーンを元の姿に戻しとかないと。タイタスウェーブ、音波か。なんか言うね。音波か。音波は微妙やな。この最終戦闘前にダーク龍拳覚えてくれるか。クーンもう完全に回復役になってしまったもんな。あ、大丈夫、貴重なブルーの。ちょっと、あー、またやってもた。これ上がると上がり方が難しすぎるんよな。さーてどうする、このタイミングで濁流拳か。これはあーでもラストバトル中にあれ覚えてもしゃあないもんな。まあまあそれはそれでご愛嬌っていうところで。
いやでも途中で技ポイントを消費するわけにもいかんもんな。しゃあないしゃあない。しゃあじゃあバトルしようぜ。伝説のエンディングを拝みに来ましたよ。時間食しとくか。やばすぎる。え、ブルーは死んだ。これはまずいんじゃないか。ブルー死ぬぞこれ。一瞬でちょっと装備真面目にするか。武神の鎧つけるでしょう。強化服つけて、これじゃあちょっと微妙やな。ここもなんか耐性系にしとっか。地域化耐性なんか多分いらんわな。業種耐性ちょっとこれでいってみる。なんか違う気するけど、盾3つも装備させてるんやからちょっと頑張ってほしいところではあるけど。いや違うな、防御しとっか。そうやな、そうやわ。忘れてたわ、防御すればいい。あっぶね。さあどうする。メカは戦ってもらって、スターライトヒールで対応できる限りは対応するか。マジカルヒール、ロザリオ、スターライトヒール。マジ一人だけ火力ぶっ壊れてるな。出たな、ドラゴンフォーム。インペリアルドラゴンみたいやな。幽霊の剣、刀身は普通なんやね。そこはちょっと残念ポイントやな。ちょ、あ、間違えた。やばいな、生きてくれ。あー、あマジかよ。ちょっと待てよ、あれ何個持ってる。何やったっけ、警戒石か。9個持ってんのか。ちょっと次やられたら使うか。きついわな。いやこれファーストトリックやからやっても意味ないわ。ブルーは何があっても何もしないでいこう。その作戦でいこう。まだいけんな。
技ポイントってメカって上がらんかったっけ。まあ上がらんねやろうな。上がったら苦労してへんわな。インスタントキット。こんなブルーを介護しながら戦うこのラストバトルになるとは。ちょっと多段濁流剣はメイン火力やから濁流多段斬りか。なるべく連携で打っていきたい。あぶんね。ちょっと一旦耐えてもらうか。インスタントキットマジカルヒールをまあちょっとさすがにここに打つか。待てよ、さすがに最高傷薬打たないとやばい。オッケーオッケー。ああお前1削りやがったな、くそ。結界石こっちじゃ使えへんもんな。最高傷薬でドゥラハンをなんとか、クーンをなんとか蘇らして、こっからよ。そう、調子乗って玄馬2本目取ったんがまさかの。え、マジで毒で行ってもうた。あーでもだいぶ立て直せたぞ。あこれはちょっと打つか。初めて、人生初の結界石を打っていきます。勝利。いやでも LP3 か。ちょっとこれ育ててから来た方が良かったかもしれないですね、もしかしたら。でさっきの戦いをした感じ、全身鎧のままで行きましょうか。これで行こっか。これでひたすら防御してもらった方がマシかもしれん。1ターン目多分なんかあれやったよな。ちょっと軽い攻撃で様子見てみよう。なんか1ターン目全然ダメージ入らんかったんよね。なんかダメージの入るターンと入らないターンがあるから、ちょっとそこの違いを見極めながらやっていかなあかんわ。いやちょっと待て、
ここは耐えるターンにしよう。やってくれるやないか。よし、じゃあちょっとこのターンは攻めようか。貴重な1回目を。くっそー、やってくれるやないか。ナイスナイスナイス。これってメカにもいけるけど、そんな回復せえへんかったよな確か。ああ、それよりクーン回復させた方がいいわ。モードの1ターン目はダメージそんなに食らわないという勝手な予想で立て直しをしよう。毒と麻痺かかってる、もしかして攻めるか。いや、ちょっと待て、このターンは回復した方がいい、絶対回復した方がいい。あ、間違えた。間違えたけど、攻撃せなしゃあないわな。ドザリを多段切り、あー無理か。人型1ターン目は立て直しや。戦法が合ってるかは分からんが、最高傷薬とマジカルヒール、あーやばいな。いや、まだ立て直すか。まだ立て直しやなこれは。
や、ファイヤーバリーあるから大丈夫。ちょっとブルー一旦頑張ってもらうか。それしかないわな。インスタントキットマジカルヒール、いや、お前は攻撃しろ。よしよしよし、よし攻めるか。このターンはダクリュー多段切りスマッシュみたいなのならんかな。ちょっとやってみるかこのギリギリで試していくっていう謎の。お、来たやった、おっしゃ倒した、なんとかなった。いや、めちゃめちゃ苦労したなはい、なんとかクリアすることができました。まあ、ブルー編はこれで終わりっていうところで、なんかマジックキングの後がエンディング説がまあありますね。じゃあ次回はブルーのルージュ編、違うな、フューズのブルー編やっていこうかなと思います。これからもサブフロンティアやっていくんで、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。